みんな頑張り屋さんなんですよね。一生懸命生きてない人はいないと思っていて、うん、私の見解では。はいはい。まあ、この頑張り方が身を守る頑張り方なんですよね。でも多分無意識です。なんかこう、幼少期の何かがね、原因だったりはするんだけども、例えばもう傷つきたくないから、こういう接し方をしよう。怒られたくないから、上司にはこうやって接しよう。批判されないようにするには、こうやって発信しよう。みたいな。こういう意味ね、心を守る、身を守るってね。そうそう。ただそれで幸せならいいんだけど、こう、そもそもの自分と乖離してる、離れてきてしまうとね、心と。そうするとこう、守って安心するはずなのに、嫌われない安心は手に入るんだけど、自分らしく生きる安心は手に入らないんですよね。っていうところで、そこの離れてるのにこう気づかないのがホクホクの方なので、そこをこう、道しるべを差し出しながらサポートしてるような感じですか。そういう、一生懸命生きてるんだけど何かズレが起きてしまってる。でもそれに気づけないまま、不安なまんま、あの手この手勉強したりさ。頑張り続けちゃうっていう頑張り屋さんですね。もう年代問わず日本の女性は弱さを出したらこう負ける気、まあ、弱さどころか本音出したら負ける気がするって声もよく聞きますし、うんうんうん、良くないこととして認識されちゃう、うん、自分の価値が下がる気がしちゃうんだよね。そう、うん、自分の弱さを引き受けられるっていうのは強さでしかないので、受け止めてあげ、正しく受け止めて、拗ねてどうせこうだよじゃなくてね、うんうん、正しく受け止めてあげるった時に、受け止めるだけの強さの器ができるので、ってことはさ、まあ、自己否定も外れるわけですよね、受け止めたみたいに、うんうん、そうすると今度目の前の大好きな彼とかさ、もしくはお客様とか部下とかが似たような弱さを見せた時に、それを受け止められるだけの器ができてるんですよね。自分を受け入れた分だけ人を受け入れる器が大きくなってるから、そうするとどうやっても進展しないなっていう大好きな彼とのこともちょっと進みやすくなる。多分日本は特にパートナーシップは女性がちょっと先にリーダーシップを取った方が、男女のパートナーシップでも仕事先のお客様でも全部、子供でもそうですよ、全部一緒なんですけど、うん、まあ、分かりやすいからパートナーシップだとすると、彼が安心して弱さをさらけ出せるぐらいの女性であるかみたいな。通行人にブスって言われて、クラスの男子にもそうやって言われたり、デブ、ブスって通行人から言われることみんなないでしょ。なんかやっぱたった一言でもさ、ずっと20年以上だよね、25年とか、うん、とかずっとやっぱ女の子はさ、もう30年ぐらい経ったか、30年だね、ずっと持ってしまうよね。そういう私なんだって思っちゃうよね。でも、そうだな、正直メンタルで整形はできると思っています、うん、顔ってすごい女性としてのコンプレックスもなんか一番象徴的なところ、まあ、顔とかあと性とかね、そこら辺ってすごくなんかコアなところになってくると思うんです。だからみんな、じゃあ私メイクしないでそのままで強がってみたり、逆にメイクスクールあちこち行ってみたりっていうことだと思うんですよ。で、正直メイクに関しては自分が気に入るメイクができていれば、それで顔が好きって思えれば私は何でも良いと思うタイプです。メイク全部落とした時に残るものでしょ。それはもうマインドからなんでね、心からしか、逆に言うと誰のメソッドも使っても輝くのはすっぴんの時の自分の心の表れだと思ってます。でそれが一番初めに戻るんですけど、自分のもうコンプレックスだとかさ、もうなんか墓場まで持ってきたような恥ずかしいこととかあるじゃないですか。なんかまあ持ってると持ってっていいんだけど、心の傷かな、傷を傷のままにしない状態にしてあげると、女性は20代だろうが60代だろうがめちゃくちゃ綺麗になります。私はこうって言えるのって自分が譲れない価値観を知ってるかどうかだと思います。うん、それがイコールこれを大事にしてれば私誇れるっていうところだと思うんですよ。どんだけ失敗してもね、どんだけ恥かいてもね、私だったら本当に自分の心を殺さないって今日何回か言ってるんですけど、理由ずいっぱい殺しちゃったんですよね。だから精神病院に行ったし、30過ぎてプロになってもバランス崩したりさ、
いっぱいやったから、いっぱい失敗して、誰よりも失敗したから言える言葉がある。だから、殺さなくても大丈夫だよって。生きるために殺さなくて大丈夫だよって言えるんですよね。うん。だから、そのお手伝いがね、していけたらいい。その、殺すっていうのは、ちょっとした我慢の積み重ねだったりするんですよ。で、難しいことじゃなくて、もう嫌だっていう中に、その一番大事にしたい価値観が隠れてるかもしれない。そう、セッションとかだとね、そういうのをこう、ぐっと引き出していくから、どんだけ失敗しても私もうこれは大丈夫だなって歩いていけるようになるんですけど、でも皆さんね、別に個人でもできる方は全然できると思います。その、もう嫌だなって、私なんかダメだな、何々って思う。なんでそんなに思っちゃうんだろうねって、何を大事にできてないからそう思っちゃうんだろうねっていう質問をね、ちょっと投げかけてあげると、もしかしたら生涯大事にしたい価値観が出てくるかもしれません ねと思います。ということで、次回もぜひよろしくお願いします。ゆかちゃん、今日はありがとうございました。ご覧の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。